Peggy 12. まだ俺は死ねない。アテナの盾よ、沙織さんの方角にかざすまでは、わずかの間でもいい、ポセイドンを抑えるんだ。ポセイドンと戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、お前がハーデス、冥界、そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。 そこをどけ、ムーよ。これこそスペクターの証よ。バカな奴だぜ。あのお方に逆らうとはな。お前たちだけは絶対に許さん。我らの目的はアテナの首のみ。それ以外にはない。お前たちの瞳に悪は見えぬ。お前は本当は、今お前に語れることは何もない。目の前で同胞が殺されているのを見て、何の行動も起こせない奴は男として認める。食いることなどあるものか。この3匹の裏切り者は俺が片付けてやる。若返った、わしの力をあなどらぬ方がよいぞ。死を、いつまでもこうしてはおれん。ここで終わらせてやる。して仲良く視界へ送ってくれるわ。 この黒き谷間では逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。死んで食えるのだ、己の無力さを。三巨頭、108のスペクターの中でも最強。たかがブロンズ・セイントに敗れてたまるか。言ったはずだ。貴様らにエリシオンへなど行かせんと、人思いに死になさい。この彼の もはや何の憂いもない。悪いが勝負を急がせてもらうぞ。何としてもハーデスを撃つ。アテナと地上の平和のためハーデスを撃つ。そこをどけ、セイントよ。アテナは絶対に殺させはしないぞ。今こそ燃えろ、俺の命よ、俺のコスモよ。この種竜のコスモ全てお前に叩きつけてやる。男なら 最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。今こそ受けろ、アンドロメダの真の力を。フェニックスを滅ぼすなど少子。この俺と10万億度の体まで行ってもらうぜ。思えば今まで何人の友が、兄弟が倒れていったの。俺をここまでたどり着かせるために、俺はアテナの命を救うために、こんなところで倒れてなんていられないんだ。だから俺は 何度でも立ち上がる。お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。思ってくれるぞ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか。